こんばんは。あ、こんばんは。かわいい。お疲れありがとうございます。皆さん、こんばんは。中村舞です。中村舞です。めちゃめちゃオフで、こんばんは。お疲れ様。今日も一日お疲れ様。かわいい。ありがとう。こんばんは。中村舞です。もうお風呂も入りました。すっきり。キラキラありがとう。毛布。そうなんです。私実は、この夏全部毛布で寝てるんですよね。一回もなんかブランケットにしたとかそういうのなくて。全部毛布かけて寝てます。星ありがとうございます。暑くないんだけど、あんまりなんか、毛布が好き。うん、エアコン全然ガンガンじゃないんだけどね。そうなんだよ。だからそう、うん、あなたもありがとうございます。あちゃちゃちゃ。ありがとう。毛布で寝てます。何度28とか7はもう寒すぎて、家のエアコンめっちゃなんか働き者なんですよ。もうフル回転。今ねつけてないかも。除湿にしてる。除湿って冷房なの？除湿も冷房か。ありがとう。電気代かかるよ。そうなん。冷房の方がかからんの？そういうの詳しくないかも。なんか部屋がジメジメしてたら除湿つける。ありがとうございます。ね、湿気すごい。今日何食べたの？今日はタルタルチキンです。今日はマジでタルタルチキン食べた。本当にあのタルタルソースとチキンカツ食べた。タルタルチキンだ。にぶちゃん、そう今日にぶちゃんリスペクト。タルタルチキン食べたわ。いやガチの家で食べたタルタルチキンだったわ。タルタルだけかと思った。ううん、タルタルです。タルタル美味しいよね。タルタルってなんでタルタルって言うんだろう。なんででしょう。自家製タルタルです。卵。あ、手紙ありがとうございます。
タルタルしてるから。本当に？タルタルといえばチキン南蛮とエビフライ。え、昨日エビフライとタルタル食べたんですよ。で、そのタルタルがまだ残ってて、今日はチキンとタルタル食べたんですよ。タルタルはいっぱい作ってしまったら、次の日も食べられます。タルタル2日目、おすすめタルタル。揚げ物に合う。タルタル。そうなんです。ご飯が、うん、進んだご飯。あと私が最近ハマってるのは、家でよく出てくる、家でよく食べるメニューなんですけど、親子丼子供だけ。これも親子丼子供だけも、卵丼なんですけど、めちゃ簡単にできるし、親子丼親不在。うん、めっちゃ好き、美味しい。私鶏肉がなくても全然好きなんですよね、親子丼。もう味が好きなんですよね。で、玉ねぎが好きなんですよ。なんで玉ねぎと、もう卵だけでもういけちゃう。なので親子丼、子供だけ親不在丼、とても好きです。TKG も好きなんだけど、 TKG じゃない。でもね、聞いてください、 TKG って痩せるんですよ。卵かけご飯をすごい食べてたんですけど、なんか体重が、なんかいっぱい食べてるのに割となんか増えないし、なんならちょっと減るなって思ってたんですけど、卵かけご飯って多分低カロリーなんですよ。知らんけど。多分低カロリーよ。そうなの？なんかなんでなんだろう。でもね、低カロリーですよあれ。しかもすごい、もう秒で食べれる、もう本当に秒で食べれるぐらい。初めて聞いた。嘘、なんか TKG なんか痩せるイメージある。いやでもなんかそのTKG をどこかの、まあ、夜ご飯だけとかにこう一食置き換えしたりしたら痩せそう。秒で食べる。私は朝に食べます。レッスンとか行く前に、朝レッスンがあるとしたら、レッスン行く前ってもう時間がないんですよ。どれだけギリギリまで寝るかに私はかけてるので、ギリギリまで寝て起きて、もう本当に1分くらいで卵かけご飯作って食べて、もうで行く。油使わないから、ってのもあるんかな、分からん。でも低カロリーそうじゃない。ご飯だけど、卵はタンパク質ですよ。いっぱい食べちゃいましょう。あ、でも食べ過ぎはね、太ります。はい、卵1個に対するご飯の量で。ほんとよ。分からんけど、ちょっと誰か検証してみて。私のそう感じただけなんかな。
き混ぜる。めちゃめちゃこだわりは特に何もないです。はい、全部卵も食べます。キラキラありがとう。なんかね、最近ね、もうすっごいお腹がすく感覚が割と早くて、でしかもすいたらもう本当に気持ち悪くなるぐらいすくんですよ。でなんか食べないとやっていけなくて、で特に朝がやばくて、朝起きた瞬間からすっごいお腹が空いてるんですけど、もうなんか気分が悪くなるぐらいすくんですよね。そう、大変よ本当に。朝めっちゃお腹すく。胃の働きが、え、そう、なんかなんなら胃が私を起こしてくる。朝だよ、ぐじゃ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 とか言わんか。胃はちょっとあの内臓だからってグロいことを言いました、大変失礼しました。なんだろう、ぐにょぐにょ。なんかそう、なんかね、起こしてくるんですよ私の体を。ぐるぐるーか、かわいい、ぐるぐるー。お腹すいたら起きるの？ほう、面白い質問ですね。そうですね、起きるのが先かお腹が空くのが先かという問題ですか。そうですね、お腹が空いてから起きますね。お腹が空くから起きるみたいな。あの興味深い、これはとても興味深い。夕飯何時ですか？いやーねー、めっちゃバラバラなんですけど、私が早く家に帰ってたら、だいたいお姉ちゃんが帰ってくるのが7時前ぐらいには帰ってくる。6時半とかなのかな、そんぐらいなのかな、7時ぐらいの、わかん、まあ日にも多分よりますけど、そんぐらいなので、だいたいそうですね、早いんですよ、夜ご飯がめっちゃ。最近は一緒にはあんま食べてないけど、大抵私が帰ってくるの方が遅い。早いよね、お腹鳴った。グーって言った。聞こえた今の私の胃の音。そして私は今お腹が空きました。もう鳴らせないお腹、うん、タルタル食べた。なんか多分あれなんですよ、こうまとまった食事をボンボンボンって取るんじゃなくて、ちょこまか取るんですよね多分普段。割とバンって食べる時もあるんですけど、そうなんですよね。なんで夜ご飯2回ぐらい食べたいなって思ってます。なんか回数増やしたいんですよ。そしたら楽しみも増える。朝まで我慢できる？できません。助けてください。
一日何食あるかな、分からん。何食じゃろう。ずっと食べてたい、うん、そうは思わないよ。何食べよっかなって考えるのが楽しみ。キリ、ありがとうございます。夜更かしはダメだと？あ、明日はあれです、あれですよ、明日はあれです、あれがあります。ニコ生配信、そうです、明日はニコ生配信が、あの夜の、7時からだったっけな、うん、7時からあります。19時です。STU チャンネルはあります。はい。あれ生なの？ニコ生ですからね。生ですよ。生放送ですよ。夜にぜひ見てください。見たことない？見るべし。見てください。ニコ生です。ありがとうございます。かわいい、ありがとう。コメント、え、コメント見れますよ、あれ、置いてあるんですよ。だいたいこう配信をこうしてて、で、あのカメラの大体下とかに、まああとはタブレットとかでコメント全部見えるんですよ。見えます、見えます。だからあのこう流れてくるやつとかもう見えてるよ。え、見えてますからね。そうですよ、超はずい。何書いてるんですか。変なこと書いちゃダメですよ、匿名だからといって。あそこに流れてるの誰かわかんないじゃないですか、こうやって。動体視力いいですよ。あなたのコメントを見つけた。結構見てますよ。なんかじゃあもうこんな顔になるかもしれません。コメントするね、待ってます。得意になってそう、多分ね、ショールーム配信してるからね、めっちゃね、そうなんよね、コメントそう、めちゃめちゃ見えてますよ。鍛えられたんかな、ショールームで見逃さない。
った、ありがとう。なんかショールームで鍛えられてそうだ。多分こういうコメントを読む力だけだと思う。あの他はないです他の動体視力はないです。こういうコメントを読む力だけあるけど多分他はない。マイケル好き。今いいコメントを見ました。やったすっぴん、そうです、今日はすっぴんで失礼いたしました。皆様もう時間ですか。今日も一日お疲れ様でした。男女呼ぼう。ヒッキーさん、クマネパパさん、カロさん、あ、男女変わった、もう一回読もう。ギョージさん、のたそがれさん、ジュノラニカめぐりさん、カロさん、タンタンメンのまさきさん、きなぺこさん、ミッキーさん、シンジさん、朝香さん、まゆたみさん、はやりんこさん、りょんきゅうさん、パオさん、ココさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。おやすみなさい、おやすみなさいませ。うわあ、明日は火曜日、火曜日頑張ろう、火曜日おやすみ。お疲れ、お疲れ。